天面線は20世紀初頭から計画されたビルマと中国雲南省の混迷を結ぶ予定であったメーターゲージの未完成鉄道である。第二次大戦中に着工したが全通せず、戦後、混迷北駅から一平楼駅間が完成して混始め線となったが、1970年の青根線の完成に伴い大部分が廃止、現在は 本命北駅と石蘇駅間の 12.9km が今一支線として残っている。本鉄道の構想は19世紀よりあり、日中戦争中、小解析への軍事支援を行うためのルート整備の一環として1938年に着工した。1942年、日本がビルマを占領したため建設は全面的に中断した。戦後、中国が 中国共産党の支配下になり、ビルマも独立したため、共産党中国、イギリスとも日本鉄道の建設を放棄、現在は 100km 以上に及ぶ遺構のみが残る未成線となっている。イギリスは19世紀頃から、東南アジアからビルマ経由で中国へアクセスする交易路の利権獲得を目指していた。これは、イギリスのビルマ侵略の一つの大きな目的となっていた。 この鉄道の回数により、ヨーロッパ、中国南方下をマラッカ海峡を経由せずに往来、交易できることが期待されていた。1885年、イギリスはビルマを併合し、1886年に、中国との間にビルマ条約を締結。1887年には、中英俗義ビルマ条約を締結した。その十二条において将来、雲南省で、 中国が鉄道を建設する際には、ビルマ側のイギリスの鉄道と接続することが定められた。1910年のフランス領インドシナのハノイと混迷を結ぶ帝越線の開通は、イギリスに中国南部との交易の利益をフランスに奪われるのでは、と危機感を抱かせた。イギリスは英仏インドシナ協定を活用して、鉄道敷設権利を確保したが、その後、 本鉄道の建設計画は停滞する。1938年、日中戦争の激化に伴い、ビルマから中国へ軍事物資を輸送することを目的に、中国国民党政府、イギリスアメリカの間で鉄道建設の協定が結ばれた。建設にあたってはアメリカが出資し、中国とイギリスが鉄道を建設することで合意し、測量が開始された。 1938年12月5日、全ルートを東西2部15広区に分けて建設が開始された。建設には30万人以上が動員され、亜熱帯で不衛生な環境、マラリア等の伝染病や、食料不足、過酷な労働のため多数の死者が出た。ルートは、中国側から昆明より西に向かって、安寧、六豊、広道、所有。 ナ南にいたり、そこから一旦北上して、ようやす、サイド西に進んで、聖火道を経由し、正雲の南側で、南化して、渡る渡る、南道、君を、雲県、もうただし、そして、国境のけるたちにいたり、国境を越えて、ビルマの山州訓論を経由し、ラーショーにて、ビルマ鉄道に接続する。前線で1000キロメートルを超え、 そのうち8 6 6トルは中国国内を走る。鉄道規格は転越線に準じることとし、ゲージ幅もビルマ側の鉄道と合わせて1 0 0 0トルのメーターゲージとなった。1940年、日本の普通陰進駐に伴う転越線の遮断などにより工事は一時一体したが、1941年には、 ビルマロード経由で資材が運搬され建設が再開、移行急速に建設が進む。1941年2月には、昆明から一祖まで開通、10月には安寧までの3 5 2トルが開通した。一祖、安寧間には急勾配があるため、ループトンネルを一つ設置して、高度を稼いでいる。同年にはアメリカンロコモティブ社員25台の マレー式機関車の発注も行われた。1942年、日本は延焼ルートを遮断するために、大経油でビルマに進行。4月末にはラシオを占領。5月にはビルマから雲南省に入り土港に到達。へしゃげモを統越。流量を要塞化し、土港西岸に 400km にわたる防衛線を展開した。 そのため国民党軍は退却し、ビルマ航路の橋を破壊、建設中の天面線も日本軍に利用されないよう一部を破壊し、建設は中断した。中断当時、各航区における土木工事の進捗率は45%から80%に達していた。戦後、ビルマの独立によりイギリスは全面的に本鉄道から撤退、また、 中国もビルマの重要性の低さと建設の困難さから本鉄道の建設を放棄した。建設中との区間のうち、昆明から一平牢までの区間は今始はじめ線として活用されることが決まり、1958年3月測量開始、4月に帰港して1959年3月に開通した。しかし、 一平老駅まで並行して走る、聖魂線が1970年に開通したため、一平老駅草式駅間8 8トルの区間は1970年に廃止され、草式駅麒麟駅と安寧駅石祖駅の区間も1980年に廃止。安寧駅から麒麟駅は昆明鉄鋼工師に移管され、わずかに残された混迷石祖間の1 2 9トルは、 コイめ線からコ石線に改められた。また1979年のコ明南駅への乗り入れ廃止に伴い、メーターゲージの路線はコ明北駅に集められたため、現在、コ石線はコ川線の支線となっている。林草式も県防腐ところに残されたトンネル移行後の記念日。右脇にあったトンネル入り口は、 崩落により現在は消滅している。天面線のうち、昆明から一平王間は一時鉄道が走っていたため、山間部の廃線跡はかなり明確に残っている。未成区間の雲県までは比較的遺構が残っており、また正雲や雲県等各所に記念碑が混流されている。また、ビルマ側からもら潮からの建設跡が数十キロにわたって残っており、 公開されている衛星写真等で確認できる。ありがとうございます。